トヨタ未来についてちょっと紹介していきたいと思います。はい、電気自動車とかありますけど、 FCV って何か、単純に言えば燃料電池自動車、水素で走る車です。で、これがこれまであったクルーガーで、あとはこれは、まあ、燃料電池の技術を応用した、ね、FC バス、ここに燃料電池が入っています。で、走る、まあ、路線バスですね。はい。で、これまでどうだったかというと、ほとんどが、まあ、先ほどのあったクルーガーのような四輪駆動タイプが大半を占めてました。で、それから、まあ、ワゴンタイプとかありましたが、やっぱりセダンをベースとしたモデルは、ホンダがリードしていました。まあ、ホンダさんがリードしてましたが、あとは、まあ、ヒュンダイとかそういったメーカーもありますけど、やっぱり商品化には至っていません。はい、水素ステーションですけど、まあ、水素を供給するガソリンスタンドのようなものです。で、現在の法律ではセルフにすることはまず無理で、すべて、まあ、従業員によるフルサービススタンドになります。で、設置コストが1億円以上かかることから進んでいません。というか、まあ、全国で普及するのにはまだまだ壁があるということです。そして、供給方式としては、まあ、その場で供給する自家供給方式か、マローリーのような機械による、で、まあ、製油所だとか、まあ、そういう化学工場からのものを引き取ってやるオンサイト方式というものがあります。で、未来としてはどうか、どんな車なのか、まずプリウス以来の革新的なイノベーションの車です。で、ハイブリッド EV に代わる第3のエコカー。で、水素を燃料としたこれからの形であるということです。仕組みとしてはどうかというと、ちょっと複雑になります。まず、このタイプが燃料タンクとなります。それから、この装置、この、まあ、燃料電池装置にで変換されて、で、ここで駆動するということです。まあ、これがタンク、これとこれがタンクになります。そして、これ、ぐーっとやって、まあ、ここがユニットとなります。デザインとしてはどうなのかというと、まあ、東京モーターショーで発表されたこの FCV コンセプトから発展した、まあ、水滴を模した形、ウォータードロップデザインです。まあ、その点、プリウスと違って結構ナイラランカーで、後ろの居住性も高い。そんな形をしています。ですが、まあ、最初はこんな形をしてましたが、まあ、こっちへ発展して結構激変した感じがします。そしてこれからの形で、まあ、ネットですが、まあ、ニコ生とかそういった動画サイトでの反応を見てですが、やっぱり名前デザインがいまいちダサいで、まあ、このこことかやっぱりなんとかしてもらいたいですが、やっぱり名前を発表された段階では結構これの評価はすごく良かったです。まあ、名前がいいとか、やっぱり自分の子供と一緒だねということそれがありました。はい。で、日本政府に導入されたということで、世界初導入ということで、納入ということで、日本政府に世界で初めてこの色が発表で納入されたということですが、これは3月に発売予定の色で、まだ
購入はできません。この車式では安倍総理も乗られたということです。課題としては先ほどの燃料電池ステーション、そして、まあ、あとはコストですね。これにかかるコストとか、この車自体のコストです。で、まあ、部品などを外部に託せず、トヨタでみんな作ったためにコストを下げることができました。そのためですが、まだまだ課題は残っています。メリットとデメリットとしては、場所が限定されるということ、まあ、場所といいますか地域が限定されるということです。地域というと、まず一部エリアの、まあ、トヨタ店、トヨペット店での販売となります。そのため愛知、東京、まあ、そういったところからメインになるんですが、まあ、関西といった主要地域からのトヨタ店、トヨペット店での販売となります。なので少ないんです。はい、はい、価格としては先ほどのトヨタでトヨペット店での販売となりますが、まず700万円で、税金も含めれば713万円となります。で、補助金とって500万円ほどで購入できますということになります。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。